こんばんは。本日もやってまいりました球界の裏トークショーのお時間です。この番組では SNS 上でバズった話題をランキング形式でお届けしてまいります。本日もコメンテーター里崎智也さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ本日は3月にバズった内容をランキング形式でお届けしていこうと思いますが、はいはい、あれですかね、前回意外と評判良かったんで、続けるという形ですかね。そうですね、テンションもこのように落ち着いた形でお送りするという、はい、いつもとは違う、はい、しっかりした番組で。そうですね、はい、ちょっと前回こういうテンションで行こうと思ったらどんどんテンション上がってきてしまいまして、そうですね、はい、そこはやっぱ反省事項として、そうですね、真剣に取り組んでいきたいと思います。はい、今日は真面目なテンションでお送りします。さあでは早速ランキング発表していきましょう。では第5位は聖火リレー福島からスタートということで、3月25日に聖火リレースタートしましたね。そうですね、まあ、このコロナ禍の中で、まあ、昨年ね途中で中止されて、はい、まあ、今年もね条件がね苦しい中で、まあ、あの芸能人の方とかね、あの辞退されてる人たちもいますけども、はい、スケジュールの都合でっていう理由でね、はい、だからまあ断るのも正しいし、でもやるのも僕は正しいと思うんで、はい、だからそういったところはね個々の判断でしっかりやってもらいたいなっていうところもあるし、やっぱり成果をねつなげるっていうのもやっぱりオリンピックとしては大事な役割というところでね、まあ感染拡大に予防を、ね、して密にならないように多分ね行う方もしっかりやるでしょうし、はい、それを見る側とかねする人たちも気にしながらね、まあ、やってもらいたいなっていうのはありますけど、そうですね、僕はもう最後までね、やってもらいたいなっていう思いの方が強いですね、まあ、無事に終わってほしいなっていうところはありますけれども、ちなみに里崎さんも走られるということなんですよね。そうなんですよ、絶対やりたいっていう思いで、あの千葉県の方で、はい、7月2日に務めさせていただきます。もう日程も決まってらっしゃるんですね。そうなんですよ、しかもあれはですね、自分でお金を払えば、はい、あのトーチを自分が持った、もらえるんですよ、もらえると買え、買えるんですよ。はい、だもういらないって言えば、まあ、払わなくてもいいんですけど、はい、7万円前後ぐらいなんですよ。あの当時ってだからたくさんあって、はい、みんなもらえるってことですか、走れば。買えばですか、もらえる、買えばだから7万円前後で、だから欲しい人はお金を払ったら、はい、あれをもらえるっていうか買えるんですよ、だ、まあ、もちろん買えますよねそうですね、はい、だって一生のうちに聖火走れる方なんてもう本当に限られた方々ですからね、まあ、なかなかじゃないですか。あのプロ野球界でも、矢沢さんは前の東京オリンピックで走ったらしいんですよ。で今回も、今回走るかどうか分かんないですけど、なんか2回連続で走りたいっていうね、はい、思いの方もいるし、やっぱオリンピックですし、まあ、ぜひやりたいっていう思いもあるんでね、途中ね、まあ、まだまだオリンピックまで長いんで、はい、まあ、まだねオリンピックが開催されるかどうか決まってませんけど、やる前提でねいろんなことを気にしながら、まあ、続けていってもらいたいしやりたいですよね。はい、はい、里崎さんのランも楽しみにしております、はいはい、さあ続いて第4位です。関東1都3県3月21日に緊急事態宣言が解除ということで、やっとねまた解除ってことになりましたが、そうですね、このね今回の緊急事態宣言もまあ結構長かったですし、このプロ野球開幕に向けて、はい、この緊急事態宣言中だった場合試合時間も含めてどうなるのかっていうね、はい、議論はありましたけども、はい、まあ、解除となってね、これまたね第4波に向けてちょっとまた感染者もね上がってきているところでね、まん延防止措置でしたっけ、はい、っていうのがねどうなるのかっていうところもありますけども、この、まあ、今のねプロ野球もだから開幕普通にしましたけども、はい、ZOZO マリンなんか試合時間をねあの5時45分からにしたりとか、はい、球場によってね5時45分5時半からとか、はい、いろいろ早めにして9時以降、ね、それはあの企業とかね飲食店に9時までの時短要請しますって言ってるのに、はい、それは野球がねバンバン10時ぐらいまでやってたらね、そなかなかおいおいおいってなるじゃないですか、はい、だからそういった意味で、まあ、早めにしてるっていうのもありますけども、はい、まあねこの前の DeNA 対ヤクルト戦、すごい長かったっていうのもあるんでね、そうですね、今年は9回までなのに長い試合が結構いくつかね、そうなんですよ、ありますね。でまたこれでね緊急事態宣言がもしなったりとか、はい、そのまん延防止措置がそのホームがあるところでなった場合、はい、試合時間がどうなんだろうっていう不安はありますね。そうですね、ナイターでいいのかとか、お客さん今入れてますけど、はい、あとジャイアンツなんかね
その観客動員数を増やしていこうかなっていうね、東京ドームでしてるっていう話も聞きますし、はい、今後どうなるのかなって、ひょっとしたらね、全試合デーゲームとか。そうしたら、ただお客さんは入りづらくはなりますね、皆さんもまあお仕事があったりっていう。でもですよ、はい、1万人なんで制限、デーゲームしても入ると思うんですよ。そうですね、満員だと入んないと思うんですよ、うん、はい、でも1万人なんで、うん、デーゲームにしても多分入ると思うんで、はい、そこまではお客さんの入り具合って関係ないと思うんですけど、うん、一番影響あるのは、はい、多分メディア側だと思うんですよ。特にラジオ、はい、あの全試合中継してると、はい、ナイターなんでだいたい6時とか5時半から試合終了までの枠で中継するじゃないですか、はい、いきなり全試合デーゲームになったら枠変えなきゃいけないじゃないですか。そうですね、しかもそのお昼のワイド番組とかもあるじゃないですか、うん、はい、そこら辺の編成が多分大変になるんじゃないのかなって。なりそうですね。あと僕もそうなんですけど、はい、いきなりその解説します、解説お願いしますってね、受けてるんですけど、ナイターと思って受けてるんで、はい、それに間に合うようにお昼の仕事入ったら入れるんですよ、はい、万が一、うん、デーになったんでデーゲームでって言われても無理ですって言わなきゃいけないんですよ。そうですね、だからそこら辺も含めて、うん、まだまだちょっと予断許さないなっていうね、緊急事態宣言解除されてね、うん、はい、プロ野球も無事開幕できましたけども、うん、まあ、まだまだもう、まあ、今年も1年ね、うん、続きそうな感じなんで、うん、まあ、でも球場からね、はい、クラスターを出さないように、うん、まあ、頑張ってね、まあ、ファンの皆さんもそうですけども、はい、球団も頑張って対応していかなきゃいけないかなっていう感じですよね。そうですね、まあ、なんとか無事、まあ、完走はしてほしいですね。そうですね、うん、まあ、でもまたね、その大阪で、ね、はい、出るっていうね、まん延防止措置ね、今増えてきましたからね。だからそこでね、神戸とかその兵庫も1円も出るっていう噂なんで、はい、京セラドーム、大阪、オリックス、うん、阪神、はい、多分入ってくると思うんですよ、はい、そこら辺試合時間も含めてどうなるのかなっていうね、あのところはありますけど、まあ、ちょっと注視していく必要あるかも分かんないですね。そうですね、はいはい、では第3位、外国人選手続々来日ということで、やっと外国人選手たちがね、そうですね、まあ、このね、緊急事態宣言が解除されて、はい、外国人選手がね、うん、でまだ2週間の隔離入るんで、はい、まあ、どれだけ動けてるかっていうのはね、問題されますけど、はい、まあ、DeNA なんてね、まだ、はい、今日の時点では、まあ、3月0勝今の1週間経ったところ で、うん、でしかも、はい、ロッテも3月0勝、はい、まあ、DeNA は引き分けあるかがいいですけど、そうですね、ロッテは5連敗、3月勝ちなし、はい、4月に入ってやっとね、1勝はありましたけど、うん、そこでね、はい、まあ、ロッテ、エチェバリアとか、はい、まあ、ヤクルトもね、うん、苦しんでますけど、新外国人選手だったりとか、はい、まあ、DeNA、うん、この選手たちがやっぱ早く来てくれないと、今言ったチームはちょっと苦労してるんでね、はい、でもまあ、ここからまた大きくね、勢力図も変わってくるかも分かんないんで、うん、まあ、完成体の中でね、見るのが楽しみですよね。そうですね、うん、どうなんでしょうね、外国でどのぐらい練習できてたのかっていうところも、ね、そうですね、未知数というか、うん、分からないですもんね。あとでも来日した途端ね、空港で陽性判定出た選手もいましたし、ね、あ、そうでしたねだからまあ、ちょっとまだまだね、うん、予断許さないっていうか、はい、どうなるのかあれですけど、うん、まあ、早くね、はい、元気な姿、完成体のね、チームとしてのプレー見てみたいですよね。はい、では続いて第2位、コロナそして怪我の主力選手離脱。いや、まあ、これね、はい、まあ、コロナから言えばね、ヤクルトの西田選手が陽性判定になって、はい、で青木選手、内川選手が濃厚接触だとして、はい、まあ、隔離、自宅待機っていう形になって、はい、まあね、まあ、去年も言いましたけども、そのなりたくてなってるわけじゃないし、うん、みんな多分そのならないように予防、感染予防しながらやってると思うんですけど、それでもなんのが、はい、まだこのコロナの怖さじゃないですか。そうですね、変異株もどんどん出てきて、うん、まあ、でもその、まあ、球団も早めの対応しながら、球界からクラスターを出さないようにとか、うんうん、あとこのコロナ感染して離脱者増えるとチームにとってマイナスなんで、はい、そこも優勝争いにね、うん、非常に関わってくるかなっていうところもね、はい、あると思いきや、うん、離脱したのにチームが強いっていうね、この代わりに出てる選手たちの頑張りっていうところもね、はい、うん、まあ、ちょっと見逃せないっていうかね、そうですね、だからそこら辺のチームの総力っていうのも、うん、まあ、去年に引き続いてね、うん、飾られるかなっていうね、チームとしての課題もありますし、はい、あと怪我にマー君いなくなると思う、はい、まだ1試合も
投げてないですからね、うん、しかもひらめき、はい、ふくらはぎじゃないですか、うん、ふくらはぎっていうのはやっぱ長引くんですよ、はい、そのハムストリングはちょっと無理したらできるんですけど、ふくらはぎは本当に無理したらバチッといっちゃうし、はい、あのなかなかできないんで、うん、まあ正直ゴールデンウィークぐらいまではかかるんじゃないのかなと。1ヶ月以上、うん、やっぱ走れないんで、なかなかで投球動作って言っても、はい、やはりそのね踏ん張りも含めてふくらはぎってめちゃくちゃ使うんで、うん、1回行ったらもう2ヶ月とかかかっちゃうんで下手したらね、はい、だからそこまで無理できないんで、うん、まあちょっと暖かくなってから、まあ、仙台もね、うん、まあ、今年暖かいって言ってもまあまだ寒さもね夜とか残るんで、はい、まあゴールデンウィークぐらいじゃないのかなと。そうですね。あと菅野、はい、離脱、はい、まあ、でもねこの開幕戦も、うん、あの総チェックの時に言いましたけど、はい、ちょっと状態高かったんですよ、うん、で下半身にうまく乗り切れてなかったんで、ひょっとしたらそこら辺の体の不調が原因だったんじゃないのかなっていう感じでしますけども、はい、ちょっとこれもジャイアンツとしてはね先発がそんなに数いるわけじゃないんで、はい、まあ、痛いですよね。そうですね、うん、結構エース級が離脱っていう、そうなんですよ、ね、だから予期しないですよね、はい、だからプロスピエースで、はい、その選手を活躍選手予想をしている皆さんがね、はい、まあ、マー君と菅野を、ね、入れてた人いると思うんですけど、そうですね、急にいなくなってね0点になるっていうね、はい、おいおいっていう声がねよく耳にしましたね、はい、そうですね、はい、ゲーム上でもゲームをやられてる方もちょっと困ってるぞ。そうですね、やっぱりバズリニュースでやっぱ2位にランクインしましたね、はい、そうですね、まあ、はい、SNS でバズった話題っていうことですからね。そうですね、はいはい、野球界だけじゃなくてゲーム業界にも、うん、このマー君と菅野の離脱は、うん、大きな得点を得るチャンスをねもうちょっと見失ったっていう声が大きかったですね。そうですね、はい、バズりましたね。さあでは流行ると言っていいのか分かりませんけれども、はいはい、第1位はプロ野球開幕、まあ、でもね、はい、まあその入ってね、うん、まあ、2位にもありますけどコロナ陽性者出したりとかありましたけども、はい、まあ、大きなクラスターも出さないで、うん、キャンプもね、まあ、陽性者出しましたけども、はい、オープン戦とでも無事にね去年のこと思えば、去年6月20日ですからね、はい、開幕が、それが19か20日前後、はい、開幕でしたけど、今年はね、この3月から開幕できた、しかもお客さんを入れてね、はい、まあ、満員じゃないですけど、できたことは非常に喜ばしいんじゃないのかなと、うん、だから良かったですよね。そうですね、はい、本当に、やっぱりお客さんがこういるっていうだけで、選手の皆さんのやっぱ気合っていうのは変わってくると思うので、うんうん、しかも今年は特にね、うん、若手がすごい頑張ってるシーズンなんで、新戦力も含めて、うん、新しい顔の人もいるし、はい、まあ、先ほどね、3位で言いましたけども、外国人選手が来日できてないんで、はい、それに代わる選手たちの大活躍っていうのもあると思うんですよね、はい、DeNA の関根選手だったりとか、うん、でそういったところもね、非常に面白みがあるね、シーズンが始まったんで、まだここで外国人選手帰ってきたりね、うん、まあ、だからこれをね、中断しないで、はい、だから今日全部が来てるんですよ、この4位の緊急事態宣言、はい、これをまたなってきたりね、まん延防止措置になってくると、この開幕したけども、うん、途中またね、はい、ちょっとバタバタするかも分かんないですし、まあ、コロナもある、怪我もあるね、うん、外国人もあるっていうところで、この開幕してから無事に終わるまで完走してほしいですよね、はい、そうですね、すべてにちょっとコロナが関わってきてるっていうところでね。そうなんですよ、やっぱり一番かかってきてるのが、はい、まあ、里崎チャンネル影響ありますよね。ありますか。やっぱり里崎チャンネルは、はい、まあ、ゲストを使わないっていうのを重んじてやってるわけですよね、でそうなってくると、やっぱこの今起きてることっていうのを中心に、はい、まあ、多くの、ね、この視聴者の皆さんに伝えていきたい、はい、この常にフレッシュ情報っていうのを主にやってるんで、はい、シーズンが中断してしまうと、はい、また企画を大きくやらなきゃいけなくなってきてですね、はい、労力がすごい半端なくかかるんですよね。そうですね、うん、ただまあ里崎さんアイディアマンですから、まあ、まあ、そこはどうしてもって言ってもですね、やっぱ楽なんですよ、開幕した方がそうですか、あの頭はね、はい、でも、まあ、総チェックやんなきゃいけないんで、すごい大変なんですけど、はい、あのこの頭は楽でいいんですよ、はい、それがまたね、昨年でも昨年 の、 あのドラフトチェックとか調べるのがすごい苦しいんですよ。こう去年とかはまあデータとか資料とかにたくさん使いましたね、外国人選手とかね、はい、っていうところを考えると、やっぱこう開幕してくれるのは里崎チャンネル、まあ、ゲストに頼らない、ゲストに頼ってたらね、はい、もう野球開幕してよ開幕してないか、はい、ゲスト呼んで話すればいいから、はい、楽なんだよ。
まあそうですね、過去の経験談とかいろいろ。そうそうそう、でもそれをやってないんでね、やっぱ開幕してくれないと困るっていうところで。そうですね、これはやっぱりね、さずざきチャンネルにも影響してくるんで、ぜひ無事に完走してほしいですね。はい、はい、そこはもう切に願えるところですね。はい、まあ、これがまあ3月のニュースじゃないですかね。そうですね、はい、はい、ということでまた4月に入りましたので、はい、4月に起こったニュースもちゃんとチェックしていって、そうですね、来月お届けしていくということで、はい、よろしいですね。はい、はいはい、ということで皆様本日もありがとうございました。